大学入学共通テストを前に、会場となる大学では最終準備が行われました。濃厚接触者の受験生への移動支援も登場しています。会場の一つ、広島大学東広島キャンパスでも受験番号が書かれたシールを机に貼るなど準備が行われました。広島大学では体調不良者のため待機する医師や看護師を増員、無症状などの条件を満たせば濃厚接触者でも別室で受験が可能です。また去年東京で起きた受験生を狙った刺傷事件を受け、警備体制も強化します。準備をしっかり整えておりますので、安心して明日明後日は試験に臨むようにしていただければと思います。一方、広島市東区のタクシー会社では新たな取り組みが。こちらの車両が今回濃厚接触者の受験生を送迎するために用意された車両です。後部座席と運転席はこのようにビニールシートで区切られており、完全に感染対策が施されています。この車両は車内の空気の流れを調整することで運転手への感染拡大を防いでいます。会社ではこの車両を3台用意し、新型コロナウイルスの無症状の濃厚接触者で親族などによる送迎が困難な受験生の移動を支援します。料金は2時間で1万5000円から、後日振り込みなどで支払います。人生を左右する一大イベントの中で、不安を抱くことなく安心感を持って受験に挑んでいただけるようにと思って用意をした次第です。使われないことが一番いいかなとは思うんですけど、移動に困難が生じたときには最大限の支援をしていきたいなというふうに思っております。県内では16大学24会場で1万3500人余りが大学入学共通テストに臨みます。新型コロナウイルス感染などで試験を受けられなかった人の追試験は今月28日と29日です。